イロット認証、浅見テル、システムロック解除。スパークマン、よろしく頼むよ。パイロット認証、土方龍吾、システムロック解除。お前に命を預けるぜ。行くとしますか。銀ちゃん、今回は今までにない大群で。ああ、俺は坊やたちのお守り役でもある。これだけいたら弾当たりやすいっしょ。何そのポジティブ。今回は単独で動くんじゃない、戦場で孤立する。隊長の指示通りに動く。レイジ、お前が真の力を発揮すれば乗り切れる。まだ自分の力を信じきれてはいないけど。テル、リュウゴ、今回は正念場だよ。敵は800以上、絶望的な戦力差だ。こりゃ覚悟を決めどき。本気で潰しに来てるみたいだね。今回の目的は浮上までの時間稼ぎ。了解。任せとけ。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。土方龍吾、出撃するぜ。第二推進エンジンの不具合調整は？あと20分くれ、殿。15分でやらせて。浮上予定時刻まで。連れてきたわよ。ここは？今は猫の手も借りたい状況なの。あなたもシェルターの秘密を知ったからには手伝っても。私が？ええ、あなた確か新聞部だ。短時間で覚えてもらうわよ。はい、私にできるかな。できますや。どうも。
お疲れ様です。あなたたちも？学校とかで使う PC との違いは覚えるの大変だけど、やりながら覚えてね。はい、記憶力には自信があります。頑張って。はい。ヤマトもどこかで戦ってるの？私も一緒に戦う。ミッションスタート。半物質パルスカートリッジ、これで攻撃力が格段に跳ね上がる。おお、マジか。テスト結果は十分だったんでしょ。これならあのブラックハンターの装甲にも効果を出そう。それでも敵の数はこれまでの10倍以上、圧倒的不利であることは変わらない。雨宮君、そういうことよくないんだ。ポジティブに行こう。戦いは数じゃないでしょ。確かに戦いは数では決まる。戦力の戦術、適切な補給、勢いだよ。勢い。だな。今回どこまで通用するか。へっ、通用するかしねえか、どうあってもやる気はねえんだろ。確かにその通り。リュウゴ、せっかくだ、新しく手に入れた攻撃ファンクションを試してみるか。このドデカロンダイブってやつか。よっしゃ、やってやんぞこら。のんきに喜んでる暇はない。次に行こう。ドゥルーガがやられただと。テラーシュはスキラメタルを破壊できる技術を得たというのか。Legendary Epic.
Mission start. Yeah, 私に任せな。よし、このエリアは片付いてきてるぞ。隊長、まだ前方からたくさん来てるよ。ふっ、数がなんだ。あちゃーん。隊長のそういうとこ好き。11時の方向、敵のアドバンテージゾーン。みんな注意して。オッケー、私たちに喧嘩を打ったこと後悔してやろうじゃん。だが油断はするなよ。敵はまだワンスが来てるよ。了解。ミッションクリア。ニューレコード。セキュリティゲートを通らない抜け道、まあ、隠し通路ってやつだ。金田一のやつに聞いといて正解だったぜ。今見つかるわけにはいかねえからな。行くぞ、もうすぐローグハンガーだ。この先に進めば私とヤマトは戦場に。操る戦士マナ、そうか。私もいます。いや、そういう意味じゃねえから。じゃあ、それは異星人ですね。いや、これは
そうです、私はあなた。やめなさい、サヌン。落ち着け。こいつは味方だ。こいつがいればこの戦いを生き残れるかもし…そんなことが信用できると。サヌン、リュークさんは許せるんですか。俺は奴らに家族全員を殺さ…俺だって家族を殺されてる。だけどそれは綺麗事だ。ずっと苦しんできたんだ。サヌマ。ならば撃ちなさい。私は死ぬ覚悟であなたたちの味方をして、ここで我がシドルの罪を背負って死ぬのなら。ヤマトさん、イーグルブースターの起動は8番に割り当て、エイミングシステムは2時に 4.7 微調整しています。わかった。こちらはミッションカウンターです。大事ヤマト、システムロック解除。予備シートって本当に使えるんだな。いえ、大丈夫です。ヤマト、遅かったね。他の…ん？ヤマト、コックピットに誰かいる。め気のせいだったかね。ヤマト、出撃前に伝えとかなきゃいけない。勝ち目のねえ戦いなんだろ。戦術データ。そうかい。今回は硬い敵を切るための半物質パルスカートリッジ、空中移動ユニット、イーグルブースターを装備してるよ。短時間なら空を飛べるようになったんだ。そいつは楽しく。ただし、イーグルブースターはまだ不完全でね。連続噴射はオーバーヒートを招くよ。注意してね。不完全。上等じゃねえ。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事ヤマト、出撃する。
Ignition start.俺の出番だな。この任務でも激しく暴れちゃってね。ブースターを使ってマザーシップを撃つ。推進エンジンへの2箇所の伝達パイプを狙います。そこを狙えばマザーシップは航行機能を失い、面倒だ。エンジンを叩いて爆破するぞ。ダメです。地球への攻撃は女王の意志によるもの。多くの者たちはその意志に従っているだけ。なるべく多くの命を生かしてください。そんな遠慮していられるかよ。奴らは兵器。私はそのためにここにいるのです。全てを捨て。ハーシム、分かった。デフュージョンブラスターなら焼き切れるはずだ。ヤマト、正確な一人でも多くの命を生かすか。くらえ、デフュージョンブラスター。しかしプリンセスがなぜこんなことに詳しいんだ。私は司令官として戦闘に必要なあらゆる教育を受けました。母は私を女王ではなく自分の参謀にでもするつもりだったのでしょう。俺一人さえ殺すことができなかったけどな。はい。ミッションクリア。Legendary. Legendary.
皆さん、あなたは竹熊町長、今は忙しいんです。南司令、イクシアの浮上は、敵は我々の資源採掘ポイントの位置を正確にし、裏切り者がいるとすればブルーコートのメンバー、あなただったんです。その通り、今頃気づいて。まさか竹熊町長。いえ、この人は異星人じゃない、地球人でありながら。あなたはドラクターからの指令を受け、資源ポイントからの供給を立たせ、イクシアの力を一つ教えてくれないかしら。あなたがドラクター。すべてハッコレが終われば、安全地帯での私は余命宣告をされ、なんだね。聞きましたよ、竹熊町長。出て行ってくれたまえ。町長としての私に不満があるのなら心配するな。いえ、逆ですよ。あなたにこの一瓶でいいの。奴らはテラフォーミングの採掘ポイントの情報と引き換えに、それ以降あなたは様々な情報。生きるためだ。それの何が悪い。そうですか。ですが、このイクシアの浮上は中止できません。私は本気だぞ。全員殺せと言われたが、浮上をやめれば。テル君、ミナミさん。南司令、動くな。俺達は、コウタ君、俺たちで。えっ、何かであいつの気をそらす。今の銃声は何？何よこれ、どうなってるの。動くなと言って。コウタ君、ナイス！柔道、ちゃんと覚えろ。あ、早く南司令を医務室に運んでちょうだい。デュークさん、俺も手伝います。何を手を止めてんだい、うちの医療班。はい。キヨカちゃん、気をしっかり持って。